ビッグ上1号はアメリカ合衆国のマーキュリー計画で行われた無人の発射試験である。マーキュリー宇宙船の無人の実物大模型を搭載し、1959年9月9日、フロリダ州ケープカナベラル空軍基地から発射された。ビッグ上計画の目的は宇宙船の耐熱保護板を試験することであり、マーキュリー計画で宇宙船が打ち上げられるのは これが初めてであった。9月8日から9日にかけての夜半、宇宙船はアトラス 10D ロケットによって14番発射台から打ち上げられた。当初はすべてが順調に進んでいたが、発射から2分が経過した時、アトラスの補助エンジンが切り離されていないことを示す遠隔測定のデータが送られてきた。エンジンの余分な重量が加わったまま上昇を続けるのは機体が 目標の高度と速度に達することができないということを意味しており、そのためメインエンジンは予定より14秒早く燃料を使い切って停止してしまった。補助エンジンの停止が予定よりも早く行われていたため、アトラスに宇宙船を固定している爆発ボルトは点火せず、宇宙船は使用済みのロケットに取り付けられたままになっていた。地上スタッフは宇宙船を ロケット本体から切り離し燃料の供給を停止させるため、姿勢制御ロケットに何度も点火しなければならなかった。宇宙船が着水した後、海軍の回収部隊は、所在地を特定することを急ぎ、数時間後に発見した。宇宙船の実物大模型は良好な状態で発見され、飛行に耐えぬ気熱保護板の性能も証明された。 溶融式の保護板が機能しなかった時に備えて、ベリリウムの保護板を使用するという案は、これによって放棄された。マーキュリー宇宙船は、距離2 2 9 2トルの弾道飛行をして、最高高度は1 4 0トルに達した。宇宙船は回収され、大気圏再突入の際の熱や13分間にわたる、飛行が与えた他の影響などが調査された。 ビッグ上1号で得られたデータは NASA の要求を満たしたため、1959年秋に予定されていた次のビッグ上2号の発射は中止となり、ロケットは探査機パイオニアを月に送るアトラスエーブル計画に流用された。マーキュリー計画のスタッフらは結果に満足していたが、コンベア社の技術者らは違った。アトラスは補助エンジンの切り離しに失敗し、 全体的な成果は限られたものであり、彼らは飛行は失敗だったと公式に記録した。故障の原因は、最終的に電気的な接触不良であったろうとされた。しかしながら、コンベア社の指揮は、この後西海岸のバンゲンバーグ空軍基地から発射されたアトラス 1-2D の発射が成功し、機体が公式に運用可能と宣言されたことによりすぐに回復した。宇宙船。 重量、1159kg、同士番号、アトラス628、10D、マーキュリー宇宙船は試作品。ビッグジョー1号で使用された宇宙船は、現在は、バージニア州、シャンティーリ国立航空宇宙博物館のスティーブン・エフ・アドバー・ヘイジーセンターに展示されている。この記事には、アメリカ合衆国政府の著作物である。 アメリカ航空宇宙局のウェブサイトもしくは文書本文を含むありがとうございます。